ゴールキーパー松本、ディフェンダー右から小山、服部、ヘニキ、宇賀神、そしてダブルボランチ大西昌司、右に菊池、左に吉浜、ツートップに田中、ンドカのコンビです。ディフェンダー4バックです。右から石田、鈴木、増谷、丸山、そしてダブルボランチ瀬瀬、新井、右に築、左に小沢、ツートップに沢上、石川のコンビです。 4-4-2 のフォーメーションを予想しています。ここはパスを出したのか、しかし自分で取りに行く石田、体の強さを見せる。中央へ瀬瀬からのシュート、背番号10瀬瀬、ゴールを直接狙っていきましたが、これは枠の上。ヘニキのスローイン、田中が取ってワンタッチで左サイド、背番号30宇賀神、吉浜、そしてエンドカマ中に入ってきた。さあ得意の距離から狙ってきた、吉浜前線持っていく、ンドカが出ている、ンドカ体を入れてシュート、振り返って左足決めたのはンドカ。今シーズン初ゴール、ンドカがもたらした先制ゴール、1対0。田中へのパスコースもありましたが、自ら振り返って左足を振り抜きました。サンドカが左から入っていく、上げてゴール前、ここはゴールキーパーがパンチング、2人で囲んでボールを取りに行く。しかしここをかわしていきます。さあ小沢左サイドから上がってくる、1人で行く、1人でシュート、ここは1人で抜けていき、その後シュートまで持っていきました。このシーンです。清永、ヘニキがボールを取る、藤岡へ、さあ藤岡が上がっていく、逆サイド、どうか、どかから吉田、そう、そして藤岡、左足振り抜いて、これは入りました。藤岡3試合連続のゴール、際どいところではありましたが、ゴールの認定。藤岡後半途中出場、3試合連続のゴール決めました。アウトスイングのボール、頭で狙ってきましたが、これは枠の左、大西です。さあ左サイド、宇賀神からクロス上げる、さあボールが残っている、藤岡が取る、藤岡の右足、ここでボールを取った鳥取、チャンスになる石川、石川からの右足、ここはコーナーキック獲得、鳥取です。さあこれで先発のツートップから変わりました。さあ藤岡チャンスになる、エリア内下げて久保田へ、もう一度久保田へ、久保田の右足シュート決まった、振り返ってすぐ蹴っていきました、久保田。この久保田の得点で3点目、 FC 岐阜ギリギリのところを狙ってきました。高く蹴り上げた、この間に長い笛、試合終了、FC 岐阜勝利を収めました、3対0。
ホームで勝ち点3をつかみ取りました。